NK スタジオズ管理人ナイキでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日100日後謝りになる男シリーズ36でございます。はい、朝から回しております。こっちマジで頑張ってもらったよね。はい、こっちポンコツです。朝ね、まだ途中で止まってました。もうね、これダメだなって思ってね、もう実は昨日パーツをね買いました。これエクストルードっていうパーツで、ここに来ます。でこれは何かっていうと、フィラメントを上に上げるやつですね。でこいつが、ギアが金色のやつついてると思うんですけど、こいつがフィラメントをこうやって回ることによってフィラメントが上に上がって、そいつがこの管を通ってここのノズルから出てくるっていうことなんですけど、このね金色のやつがね、もう真ん中のところはねもう削れて上がんなくなってるっていうのがあります。あとね、これね、海外の人の動画を見たら俺のこれとちょっと違うんですよ。だから多分ね、俺のやつね古いやつなんですよ。なんか最初の時から入ってるものが入ってなかったりとかしたんで、多分ね日本のクリアリティの商品を売っている場所の在庫がね売り切れてないところ、だからもうずっと前からエンダー5プラスの初期バージョンだと思うんですよ。これもうちょっとふざけんなよと。まあそれでね、明日直します。それでね、直ってくれるといいなと思うんですけど、多分ねもうそれが原因としかちょっと思えないので、もうこれ以上他のとこがもう違うって言われたら僕はもうお手上げでございますので、多分大丈夫かなと思います。でパーツなんですけど、もう1,2,3,4,5,6,7、あと明日ね8個目印刷して上背中パーツ完成しますので、明日の大体ね、これがね朝の9時とかに終わるから、大体明日のそっから12時間だから、明日の動画ではね、背中パーツ完成しましたっていうのをね皆さんにお見せできると思うので、そこは期待しておいてくださいという感じでございます。いやー、なんだかんだね2週間くらい故障に悩まされてきましたが、ようやくね結局ね顎が悪かったという感じでした。はい、残念ながらね。はい、でもね、こうやって経験詰めたことが良かったなとは思います。やがてね、あっちの今動いている有能な方もね、そういう風になるかなとは思いますので、そうなった時にね、対処できる力っていうのを僕は今身につけましたので、明日、ゆっくりと頑張っていこうかなと思います。ちょっとね、ストレスで食いすぎて、ちょっと太りました。明日ちょっと減らさないとダメですね。はい、以上です。はい、本当に以上です。ちょっと顔パンパンになってきたからね。明日も頑張ります。はい。明日もというか今日というかね、今日という今日もこのプリンターのプリント音を聞きながら寝るという本当に地獄なんですけど、本当に朝辛いっすよ。本当に辛いっすよ、朝。それはいいとして、はい。あと64日ですね。頑張っていきます。それでは、ありがとうございました。